今昔物語集巻28第1話のお話です。伏見稲荷大社は2月の初午の日で、都中のあらゆる身分の人が参拝に訪れにぎわっていました。近衛官の役人たちも酒やつまみを片手に参拝に訪れました。その中にマムタ・シギカタという至って好色の男がいました。稲荷大社の社に向かって歩いていると、人々の中に身なり仕草が際立って美しい女性が参拝していました。するとシギカタは早速近寄って口説き始めます。奥様がいるのに口説くなどよくありませんわと女性に咎められますが、私には妻がいるが、猿のように不細工で品もない、すぐにでも離婚するから家を教えてくれと言いました。女は、私は夫に死に別れましたので本気なら教えますが、行きずりの人など当てになりませんと言って立ち去ろうとすると、シゲカタはエボシが女の胸につくほど頭を下げて、お稲荷様お助けください、私は妻を捨ててあなたのところへ行きますと言った。すると女はシゲカタの元取りをキュッと掴んで、山も響くほど思いっきり頬をぶったたいた。驚いた茂方が、何をするんだと女の顔を見ると自分の妻だった。茂方の妻は同僚の方から、あなたの浮気を聞いていましたが、私はあなたを信じていたのに、好きな女のところへ行きなさい、これから私のところへ来たらあなたの足をぶち折りますよと言い放った。その後シゲカタは懲りもしないでのこのこと妻のもとへ通ったが、神罰か創世をして、妻は真面目な人と再婚したそうです。稲荷の神様はいろいろな願望を叶えていただけますが、よこしまなお願いは神罰が当たりますので、身を清くお過ごしください。